皆さん、ポコニャチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。おっと。つわものへの挑戦状だと。まあでもポコニャンは別につわものでも何でもないけど、いつになったら仲間入りできるのか。ちょっとは認めてくれてもいいじゃん。とりあえず今回はワールドスキンみたいだから気をつけなさいよ。わかってるって。朝飯前だからウォーミングアップといった感じか。惜しいブラとか。いやもうパックンにこだわらなくてもいいでしょ。なんか癖で。まずはしゃがみジャンプかな。ワールドスキンだとくるっとできないもんな。ってちょっと待ってこれは。あ、もしかしてネットを上に投げて進む感じだったんじゃない？一応このまま進めるみたいだけど。あ、ダメね。ブロックで塞がれて先に進めないわ。さっきのゴム兵で壊す感じか。これはズルニャンできないか。やんなくていいから。そんじゃ、気を取り直して最初から。こんな感じ。おお、なんか気持ちのいい感じになってる。なるほどね。これで先に進めるってわけだ。おっと、ここはジャンプしないと引っかかっちゃうか。このゴム兵は？あ、ちょっと持っていけない。ちょ。あいつを使って何かするんじゃないのか？あれがこうしてこうなって。ってわかんないよ。っていうかゴム兵は持っていかなくてもいいんじゃない？そしてスピンジャンプでいけば。で、おい、大ジャンプはどうした？なんか乗れてない判定になってた。ってことはこういう感じでいいかな？ボム兵は無視して。すぐにスピンジャンプね。ほい。もう一丁？って届いてないし。二個目の音符は小スピンじゃない？ドッスンに乗る感じだよな。こうか。おお、突破した。これは面白いギミックね。さあ、次のエリア。ちょっと対応の手差が？これは無視して先に進もう。あ、羽ね。マントアクションは久しぶりだな。ほい。おっと危ない、これで合ってる。マントですり抜けたわね。さあ裏エリア。おっと落下していく感じか。ちょっとこのメットは使う感じ。あ、失敗してる。どうすればよかったんだ。メットを使ってジャンプをするか被るかってところか。被るのは難しそうだが。よし、それじゃあこういう感じかな。おー、漏れた。よし、簡単にできていいね。さあ一気に進みたいところだけど。入り組んでて進みにくそうね。さあここは？鍵をゲットね。っていうかそこの鍵ドアで使うんじゃん。めっちゃ早いな。おわっと、なんだ。ドッスンがいたわね。なんとか先に進めてはいるけど。すっげえ敵がいる。あーっと壁に引っかかっちゃった。ちょ、せっかくここまで来たのに。一応先の方まで見ておこう。さあ地上エリア。あ、これはダメージを受けながら先に進む感じか。マント状態じゃないと先に進めないってわけか。っていうかここのマントアクションを。おお、なるほど、開きっぱなしか。多分これが正規の生き方かな。さあこれで先に進める。ただしゃがみアクションを加えなきゃいけないから注意しないとね。さあここは、ここは普通にパオ投げをすればいいのか。ここは、出すじゃんか。あー、失敗。く、もうちょっとだったのに。なかなか難しいわね。さて、このコースのおさらいだよ。いやー、本当にギミックがたくさん詰まったコースね。ワールドスキンは久しぶりだし新鮮だよな。そうそう、最初のボム兵、いろいろ試してズルニャンできるか試したんだけど、ダメだったんだ。いや別にやらんでいいから。なんで残念そうに言ってるのよ。いやワンチャンメットをかぶっていけるかなって。さあどんどん進んでいこう。一見難しそうに見えるけど、慣れちゃえば意外と簡単に突破できるね。そうなんだ。でも最後はタスジャンだし確実に行かなきゃね。さあ裏エリア。ここはゆっくり降りながら投げたら 100% 乗っかれるから難しくないよ。へぇ、100% なんだ。難しそうに見えて絶対成功する技だよ。さて、何気にタイムロスしてるから早く行かなきゃ。ここは一瞬だけゆっくり降りれば OK だね。そしてここは、マントを開きっぱだな。これは気づかなきゃゴリ押ししてたところだよ。さあ戻ってきたね。ここまで来たらもう失敗はしたくないわね。引っかからないようにしないと。さああとはここを越えた先よ。しっかりタスジャンを決めろよ。写真。A ネットをかぶった。復興名がないからそのまま行けちゃうんだ。ワンプレッシャーボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。最後はワンフレだったのね。ということはアップデ前に作られたコースだったか。いやー、一発で決まって本当に良かったよ。せやな。若干の運要素があるからな。アップデでなくなって助かったかも。よし、一番乗りできたね。朝飯前。
にしてはだいぶ難しく感じたけど、なんとかクリアできてよかったじゃねえか。うん、他のスキンももっと上手くならなきゃね。さて、コース制作者のライスさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。